で70年以上、80年とか経ってると思うんですよね。木造の建物をいろいろ推進はしてるんですけども、やはり町と山をつなげたい、そんな形でいろんなことを企画してるんで、よろしくお願いします。今回その山崎さんの山の木を使わせていただくところが、普通その鉄でトラスを組むところの加減材というトラスを抑える材、代々育てられて必要な時に抜き切りをして利用されてきたというような山です。